岡山寺は、岡山県岡山市北区にある、天台宗の仏教寺院。三号は、金光山。阿弥陀如来、千樹観音、釈迦如来を本尊とする。中世以前は、岡山城二の車にあった。岡山寺の概要が詳しく書かれた、自伝、備え容器によると、天平商法元年に、法音大使が直命を報じて48時を開いた、時、 第二番として創立された。その後は荒廃したが、天略年間には、信玄商人により、中興した。また、もう一つの自伝、岡山寺観世音由来記によれば、唐川に当時応募を働いていた信氏がおり、市中から千獣観音を掘り出し、観音堂を建てたのが寺の階層という。天文の頃には、今後備前、金光隆高か,から、格別の庇護を受け、そう高は、 比叡山から構想を招くほどに気に入られたという。天正元年に、うっきたなおが、石山城に入城し城郭を修築する際、寺自体を城の西に移した。そして、天正十八年には、うっきたひでにより山崎町へ、さらに慶長六年には、小早川秀明により、とぎや町に移された。慶安五年、岡山寺と、光鎮寺の二次に分割され、京に至る。 光鎮寺は、岡山寺のすぐ西、道路を挟んで向かい側に現存する。昭和20年6月29日の岡山空襲の時、本堂や、如来堂、三王堂、客殿、栗が全焼し、残ったのは本尊ほかわずかばかりのものだけである。現在の道具は、戦後のものである。ありがとうございます。